デイビッド・ジェインヒル。デイビッド・ジェインヒルは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、歴史家。1898年から1903年まで、第24代アメリカ合衆国国務次官補を務め、1908年から1911年まで、在ドイツアメリカ合衆国特命全権大使を務めた。1850年、ヒルはニュージャージー州プレーンフィールドにおいて誕生した。ヒルはバックネル大学で学び、1874年に同大学を卒業した。ヒルは1877年から1879年までバックネル大学で修辞学の教授を務めた。ヒルは1879年から1888年までバックネル大学の学長を務め、1888年から1896年までロチェスター大学の学長を務めた。ヒルはその後ヨーロッパで数年を過ごし、国際法と外交を学んだ。1898年、ヒルはジョン・ヘイ国務長官の下で国務次官補に任ぜられ、1903年まで同職を務めた。ヒルはその後、1903年から1905年まで中スイス公使を、1905年から1908年まで中オランダ公使及び中ルクセンブルク公使を、そして1908年から1911年まで中ドイツ大使を務めた。1914年、ヒルは合衆国上院議員に立候補したが、敗北した。ヒルは、その後ワシントン DC の比較法学外交大学院でヨーロッパ外交の教授をわずかな期間務め、そしてハーグ国際司法裁判所の常設評議会で評議員となった。第一次世界大戦が拡大すると、ヒルは民主党政権に対する批判を始めた。そして合衆国が戦争参加を決定すると、戦争に対する政権の判断を厳しく追求した。1920年7月、ヒルは共和党ニューヨーク州大会で議長を務めた。そしてヒルは1932年に死去した。ありがとうございます。